この切符は10月20日まで有効ですトムって早起きなんだ僕たち3キロぐらい歩いたよトムの両親って何歳かしら爪を切りなさい冷蔵庫に牛乳が入ってるよ トムはメアリーを信じるって。父さんがネクタイを結ぶの手伝ってくれたんだ。トムは自分が金持ちだってことをメアリーに知られたくないんだよ。二人とも正しいよ。笑い事じゃないよ。 トムは正しいことをしたと思うよ。水泳は全然ダメなんだ。メアリーはフランス語を話すのが得意だってトムが言ってたよ。私だったら黙ってるな。トムは裸にふんどし、一丁だった。 帰りにパン買ってくるの忘れないでよ。トムとメアリーには子供はいないよ。